横尾島作から1903年7月22日は、仙台藩士、英学者、管理、探検家、洋島探検公会を成し遂げた、南進論の立役者。号は、大鳥慶、名は、常綱。東洋のコロンブスと呼ばれる。道の区国上軍下神殿村に、医師、横尾常則の着難として生まれる。 養剣道の学徒を、荒井嘘に入門する。文久元年、23歳で、江戸に出て、林学祭に入門する。文久三年初秋、仙台藩江戸藩邸講義士の小原は篠田夫の、すすめで、福沢諭吉の塾で学ぶ。慶応元年頃、藩名により、横浜でアメリカ人宣教師、サミュエル・ロビンス・ブラウンに英学を学ぶ。 明治元年仙台藩英学教授となる。慶応四年六月、母親戦争に際して、奥越列藩同盟と新潟の各国領事との交渉のため、語学力を買われて、同盟側全県の足名幸恵に同行することとなり、牧野新兵衛、庄司沈兵、星潤太郎らと共に、新潟に出張した。七月、合図藩士、西川五六郎、米沢藩士、 佐藤一之丞と共に、新潟からイギリス船アルビオン号に乗って、横浜に赴き、11カ国の公使に対し、列藩同盟の正当性を訴える激文を送付した。また、3人で品川沖の江ノ本竹明の艦隊を、密かに訪問し、越後高田への攻撃を求めている。新政府側は予行に対し、生取った者には500両、主給を上げた者には300両、 住所を密告した者には150両という懸賞金をかけて捜索したが、旅行はアメリカ戦ポートセット法に乗って仙台に逃げ帰った。明治3年7月、東京府小族、運譲所係となるが10月に辞任。明治4年2月、山東直人と共に、英学校、北門社の設立に関わる。同年7月、仙台藩知事立総厚氏に呼び戻され、 仙台県中学校英学所の英学教師となる。同校は、翌明治5年に中学北校に改祖されるが、同年10月に廃校となった。なお、鹿野と羊館での教え子に、英語学者の斉藤秀三郎がいる。同年11月、神奈川県十等出資、修文館教師。明治9年神奈川県を辞し、警視庁や問い外国係。 明治14年警視属。明治16年警視庁記録課長。明治17年四等警視、警視庁遠隔誌編纂委員長。明治18年、南洋公開設立単位を、基礎、植民による南進論を提唱した。明治19年2月、警視庁を非職となる。明治20年、停止大臣、榎本武明に憲白書を提出し、 明治丸を借り受けて洋島探検公会に赴く。この公会には、東京府知事高崎56や、府に、鳥島拝借と同等への定期航路の願書を出していた、玉木半衛門、り岡昭蔵なども同行した。この公会が1891年の火山列島の日本領兵入のきっかけとなったとされる。明治23年、南洋貿易会社、久し新社を設立した。 明治32年、再び南洋諸島を公開し、足尾銅山鉱毒事件の被害農民をオランダ領東インドの未開拓の当初に入植させることを提案した。明治36年小石川の富田哲之助邸を訪問中に急制。墓所は谷中霊園。横を盗作の急増資料229点は2012年に、 から国立国会図書館建成資料室に寄贈され、予行盗作関係文書として公開されている。ありがとうございます。